拜。東京に無事に着きましたか？今日はなかなか言えなかったママの本当の気持ちを伝えたいです。さきちゃん、さきちゃん、驚いた？これからさきちゃんにみんなでエールを送ります。寂しくなるけど、すぐ会いに行くしな。またご飯行こうな。ちーちゃんが東京に行くようになったこと、本当はとってもすごく不安で仕方なかったです。できれば近くにいてほしいなとも思っています。でもそちらで仕事をすることになったこと、それを千尋が決めたこと、それがあるから今は頑張ってと伝えたいです。そしてちーちゃんがママのことを心配していることを知ってちょっと驚きました。ママは意外と大丈夫。今は自分のことを考えてちょっと踏ん張って頑張ってほしいです。離れててもいつでも連絡できるしね。頑張れ応援してるよ。ちーちゃん頑張って。